はい、本日も始まりました、コレパ放送局。今回の動画では、築地銀だこが呪術廻戦のキャンペーンを行うということでね、キャンペーンの内容などをお伝えしていこうと思います。どんな美味しい食べ物があるのか、どんなグッズがあるのか、見逃さないように最後までお付き合いください。はい、さて今回なんですけど、築地銀だこがね、呪術廻戦のコラボキャンペーンを行うということでね、コラボレーション期間が2021年12月8日の水曜日から2022年3月8日の火曜日までということで、もう銀だこ、築地銀だこさんって言ったらもうたっこ焼きのお店ですよね。皆さん知ってると思うんだけど、たっこ焼きのお店で、こちらがね、呪術廻戦とのコラボをするということで、キャンペーンに参加しようということで、その1、その2、その3っていう風にありますので、そちら順番にね、ご紹介していこうと思います。その1、コラボメニューを食べてもらおう。限定コラボカードがもらえるっていうことで、数量限定で、こちら12月8日水曜日からスタートということになっております。数量限定オリジナルボックス入りでお持ち帰り専用っていうことなのでね、で、なくなり次第終了っていうふうになりますので気をつけてください。で、これでちょっと注意事項があって、通常の商品にはないコラボメニューっていうふうになりますので、回数券、引き換え券の交換は不可っていうふうになってる。割引も適用外ってなっておりますので気をつけてください。第1弾、販売期間は2021年の12月8日水曜日から、こちらなくなり次第終了なんですけど、虎杖悠仁の特級てりたまっていうメニューです。2つの操作で美味しさアップっていうことで、定番人気のてりたまに、スクナの指ソーセージをトッピングで特級味に変わってます。さらに、別添えの2つの特製ソース、慶亭一軒&国選で美味しさがアップっていうことでね、こちら小袋が2種類ついてるっていうことで、オリジナルボックス入りですね。1箱が8個入りの880円の税込みになっております。で、ちょっと注意があって、慶亭軒ソースには辛味成分が含まれているので、お子様や、ね、苦手な方はご注意くださいっていうふうに書いてあります。つくなの指って書いてあるんだけど、まあ普通のソーセージは何か細工してあるようにも見えないので、まあ普通のソーセージじゃないかなと。もうちょっと細工してほしいかなと思いますけどね。はい。第2弾、2022年、1月の8日の土曜日から、こちらもなくなり次第終了ということなんですけど、こちらは犬巻トゲの鮭おかか明太マヨっていうのが、こちら1箱8個入りで880円。でちょっと注意事項が、鮭を原料としているために小骨や皮が入っていることもあるっていうことらしいです。でこちらはね、香るごま油でぶっ飛べるっていう風で、こちらもちろんオリジナルボックス入りで、ぶっ飛べる香るごま油、小袋付きっていう風になっております。犬巻トゲの発した鮭、おかか、明太子味が登場ということで、銀鮭のほぐし身と削り節を乗せて、モッツァレラチーズと明太マヨで仕上げた特製たこ焼き。別添えの香るごま油でぶっ飛ぶ美味しさっていうことらしいです。見た目も美味しそうなんだけど、鮭は上に乗ってる状態なんですね。中に入ってるってわけではないみたいです。第3弾が2022年2月8日の火曜日から、こちらもなくなり次第終了ですけど、五条悟の絶対最強たこ焼き、無加減ソース付きっていう風で、1箱8個入りの880円の税込みになっております。2種類のソースの掛け合わせにチャレンジして、青と赤の2種類のソースを合わせて無加減ソースを味わってみようということで、無加減ソースはね、小袋2つ2種類の術式順天青、だしのうまみ、術式反転赤、国産野菜&自家製香辛料って書いてあります。圧倒的な人気ナンバーワンを誇る絶対うまいたこ焼きを最強にうまいに仕上げた唯一無二の極小たこ焼き、築地の鰹節を贅沢にのせ、だしのうまみと国産野菜&自家引き香辛料の2つの最強ソースで味わう一品っていうことでね、めちゃめちゃ推してますね、これね。コラボメニューは1箱買ったら漏れなく1枚もらえるということで、限定コラボカードがもらえるらしいです。こちら全30種類あるということで、こちらもね、第1、第2、第3っていう風になっております。で、第1弾が全7種類、プラス限定カードが3種っていうことで、全10種類になります。で、通常版が横イラスト、慶亭軒だったりとか、全力で導くとか、国選とかね、いろんな感じで書いてあります。限定カードは、虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野原の書き下ろし限定カードっていうことになってて、縦のイラストになっております。第2弾、こちらも全7種類で、限定カードが3種類ということで、イラストの仕様はね、キャラクターが違うっていう感じでね、
で、こちら善意巻と犬巻トゲとパンダの書き下ろし限定カードっていう風になっております。第3弾を全7種類限定カードが3種、一時清隆と七海健と五条悟の書き下ろし限定カードっていう風になってますね。こちらは第1弾から第3弾までの書き下ろし限定カード裏面を9種類並べると1つの絵になる。で、その2、限定デザインボックス入り団らんパックを食べてもらおうっていうことで、こちらが期間が2021年12月18日土曜日スタートということになっております。書き下ろしイラストの限定クリアファイルがもらえるということで、数量限定限定デザインのボックス入りの持ち帰り専用というふうになっておりますね。で、団らんパックがソースのみ24個入りの1680円の税込みで、贅沢団らんパックはソースとトッピングが2種類で24個入りの1880円の税込みということになってますね。団らんパック1箱につき漏れなく書き下ろしイラストの限定クリアファイル1枚がプレゼントということで、こちら第1弾が2021年12月18日土曜日からなくなり次第終了ということで、表はユージ、めぐみ、のばらっていうことでね、で、裏側がトップ画面って感じです。で、第2弾は2022年1月18日の火曜日から、表画面は先輩方、トゲ、マッキー、パンダ、裏は1弾と一緒です。はい、第3弾が2022年2月8日の火曜日から、表は先生組が3人の裏がトップ画面って感じですね。で、こちらも3種類並べると背景がつながるっていう風になっております。その3、ツイッターで当てようということで、こちらは応募期間第1回2021年12月8日水曜日から2022年1月7日の金曜日まで、第2回が1月8日土曜日から2月7日の月曜日まで、第3回が2月8日火曜日から3月8日の火曜日までということで、連続してね、3回連続続きます。こちらの第3ツイッターで当てようっていうのは、フォロー&リツイートをすると抽選で当たるということで、限定デザイングッズなどを合計63名様にプレゼントされるということで、12月8日の水曜日から開始ということですね。公式アカウントをフォローして応募用ツイートをリツイート、抽選で豪華商品が第1回第2回第3回で毎回21名様合計63名に当たるということらしいです。で、こちらね、画像を見るとめちゃくちゃ欲しいなとか思うのが、とばりを下ろしますって先生が言うんですけど、第1回第2回第3回で毎回1名様にしか当たらないんだけど、領域展開、とばりの中でたこ焼きを楽しもうってことでね、このね、たこ焼き楽しむどんなものはいいんですけど、この領域展開のとばり風プライバシーテント、ちょっと欲しい感じがする。実際実物見てみないと分かんないんですけど、なんかね、面白そうな感じですからね、いいなと思うんだけど、テント風なんだねこれ、多分ね、屋根がない感じがするんで、まあ、側面だけを、まあ、囲うっていう感じのものっぽいです。で、毎回10名様に当たるは限定コラボカードコンプリートセットが毎回10名で合計30名様に当たります。で、もう一つ、毎回10名様に当たる限定クリアファイルコンプリートセット、こちらは合計で30名様。はい、ということで、築地銀だこと呪術廻戦のコラボキャンペーンの方の紹介なんですけど、こちらね、実施店舗、全店ではないということなので、実施店舗の方は概要欄から飛んでいただければ見えるようにしておきますので、そちらの方から確認ください。お近くのね、築地銀だこの方へ、ぜひ呪術廻戦好きな方は足を運びください。では、またね、バイバーイ。